ソニーの AI 技術であるとかロボット技術であるとか結構前から始まっていて、もう80年代から技術研究所っていうところでスタートはしています。自分で判断するようなロボットっていうのを研究してたんですけど、アイボにしてもキュリオにしてもやっぱりそのユーザーと今までにない新しい関係を構築すると、人間とロボットが共存すると、まあ、コミュニケーションっていう言葉でもいいと思うし、ヒューマンとロボットのインタラクションの仕組みというのが共存においては極めて重要になると思うんですよね。アイボキュリオを作った我々だからこそおそらく当時分かったんですけど、人間がやっぱりいろんなこういう時はこうするっていうのを、まあ、何らかの形で記述せざるを得ないんですよね。でこれだとどうやったって新しい状況になった時に対応できない。そこで研究してたのは、自分で学習して自分で発達するような人工知能。ソニーの中でそれこそアイボを作ってたような時代から、そのまあ機械学習をどんどんいろんなものに応用していこうっていう活動をまあ続けてきていて、画像認識、音声認識、まあ、言語理解とか、まあ、そういったところで使われるアプリケーションでは、まあ、AI がかなり使われています。ディープラーニング、まあ、ニューラルネットワークのライブラリーをオープンソースにしました。他の企業の人とかと何か新しい、まあ、議論だったりコラボレーションといいますか、まあ、そういったものも生まれるとより面白いかなというふうには思ってますね。ソニーとしてその AI という今成長している技術のところにまずしっかり貢献していくっていう、まあ、これまでにないそのユーザーの体験を可能にする分野だと思うんですよ。まあ、広い意味で言えば、例えばドローンだってある意味ロボットかもしれないし、車だってそういう意味ではロボティクスかもしれないし、とそこに AI を加えてもっとインテリジェントなものにしていきたいというところは今回の新たなチャレンジだと思ってますけど、走るエクスペリアって言ったら変ですけど、そういう風な考えでちょっと車とは違った方向で徹底的に気軽に移動できる乗り物ができたら、これは面白いかもしれない。これから自動運転とかそういう風になってくる時にはもう一回移動そのものを考え直さないといけないんじゃないか、まあ、その街だったりとか都市だったりとか、まあ、よりその生活を豊かにしてくれるような社会だと思うんですよね。だそれはかなりそういう意味で言うと、まあ、逆に人間を成長させてくれると、ちょっとロボットが歩くとかそのくらいのことでも動き始めた時の目のキラキラ度というか、子どもたちの感動のレベルというのは極端に違うということがあって、やはりこれからの時代というのはロボットだったりやっぱり動くようなものがプログラミング教育の最大のきっかけになるかな。ロボティクスの分野においてはやっぱりソニーが持つ強みというところは活かせるところなので、まあ、そこをベースに、まあ、AI インテリジェンスの部分を組み合わせて、まあ、新しい商品価値を作っていく、身近なロボットとしての存在もあるでしょうし、まあ、今では想像つかないようなところもあるかもしれないし、それはもう無限の可能性があるでしょうね。